入れてたー。今日までかそうじゃんよ6月は5月終わっちゃうもんねやっぱーこんにちは猫さんあひーちゃんラビューになってる猫さんの名前いいよいいじゃん昨日壇上行ったはずなのに寝落ちしてたあそうなの星野正輝さ,さんそうなの寝落ちしてたそのままなおっしゃんティきカーさんこんばんはー納豆巻き定食さんこんにちはハゼッチこんにちは 日々け女の子で立出て,てないんですよこんにちはみんな星野保咲さんとうとうありがとうトン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 ひなのりーたん <laughs> ガチ引きたくないしやめるのくさ <laughs> そう,うガチあのね大事大事あの結構大事だからそういうの大事なの <laughs> ちょっと待ってこのタブレットの方でも引かなきゃ タブレットの方でも引かかなきゃだからちょ待ってでも待ってカプセルがそんなにないわカプセルないわ全然ちょ待ってちょ待ってマジでちょっと待ちちょちょ待ちちょっとどこあれありもあいいよこれでいいかな投げますではあ違う違うよ 違うよはいよ、はい、え待って1個しか1個しか引けなかったんだがえ <laughs> アバターはい誰が当たったでしょうお北沢いちごが当たりました北沢いちごが当たりましたこちらはこちらのあのタブレットの方は北沢いちごが当たりました浜田は当たりませんでした そうもらえるもんはもらっとかんといかんのよ本当。ニックネーム気づくの早い一緒でしょアイスレモンさんやんだいいくんこんばんはなぁ浜田ひびきさんのアバター男女出たマジでえ、いいなずるちょ、ちょっと待てよやす <laughs> さんこんばんはりゅうっと何話そう何話す私とも何話そうか考えてて カプセル20個溜め込んでる響きルームか可能ルームで投げるか迷い中私ルームで投げなスーくん私ルームだちょっと待ってプレイバックプレイバックって何ああパンパパパパパパ,パーうん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 って待ってくしゃみ出そう あ、出なかったうんきょうもエアコンの水がビートを刻んでるそうなのずっとずっと刻んでますよ本当にうんうんうんレオさんこんにちはインパルスさんこんにちはこんばんはいちごそう私もざわわさん当たった北ざわたったいちごあバった女 え、一応ガアバターは女じゃなかったかな今引いたやつ多分うん女バージョンが当たりました響は女バージョン当たんないのに <laughs> なぜ花 <laughs> んはなぴーさんこんばんはリカちゃんリカさんこんばんは 今日いちごちゃんに初めてコメントしてみたあそうなの初めてキャロットさんこんばんはインパルスさんひーたんひーちゃんひーちゃん <laughs> 私はひーちゃんだよこれ男バージョンいいなこの橋から飛んできましたありがとう来てくれてありがとう栄作さんラブユー こんばんは。本格ホームホーム待たれて、本格ホームルーム二つとも当たった。みさみささんありがとう。いや当たったって当たるって言ったでしょだからね。浜田響恵の言葉はね当たるんですよ。拍手拍手。拍手当たってよかった。しゃべろうねたくさんしゃべろうね。わはは あ、ッタさんこんにちは火は考えんでもマシンガントークするやろいや、えー、そんなことはないけどねフフヒロさん保留 <laughs> <laughs> 全然今違うことヒロシさんこんばんはくしゃみ6が待機しましないでもうくしゃみしたくないからくしゃみみたい見なくていい <laughs> 響きルームの欲しいの出る響きルームの方が欲しいの出るかもしれないよ分かんないけどくしゃみ出そう出そうで出ないので入れてしまいませんいや確かにでも今は出てくれなくていいから良かったこと配信ではねあのまだしたことないんで,ですよはははノータさんこんばんはボンちゃんこんばんはひーちゃトハート,ハート寝ますインパルスさん寝るのおやすみなさい修理するな早めに寝 マジで業者来たの9月やってやばいねあじゃあね業者呼ばないといけないですねリリーさんいいャゃナビこんにちは私イケメンザワは当たったあいいないいなって私持ってるわ持ってるわ女の子バージョン持ってるわメリル君こんばんは初見じゃねえよ初見じゃスーさんこんばんは これは女の子バージョンもういいなあ浜田響の女の子バージョンマジで欲しいんだけどなんでみんな当たってんの私が当たんないってか熱いエアコンつけてもいいからうんうんよいしょはいお願いしますこのルームで弾いたけどこれは当たり枠外れ枠お当たりじゃんか 当たりであのそれが女の子ならば大当たりですねほんとにね、まあ、いいよ川川田川玉んまた川あわ川あんなさんうんなちゃんのブログ見てメールにひーちゃんと仲良くなりたいって書いてたマジえ 仲良く私もなりたいとお伝えしててください本当にあの「お願いします」って言ってて <laughs> 私があの仲良くなりたいのでお願いします溜めてたカプセル全投げしたし,し,し,したけどひーちゃんバターン出んかったマジ当たんかった当たらんかったかまあ今度の機会に任せよう きっと出るよ次は <laughs> 素敵な茨木さんこんにちは一応明日から6月かこの時期あんまりなんとか誕生日付きやけどどういうことどういうことねえ6月はさなんかあれだよねあのー、なんだろうなんか梅雨あんまり6月っていい <laughs> 感じがしないんだけど。 くしゃみ誰かが噂を、あ私の噂してるかもしれない。どこの誰だ。美沙子山崎さ,さんこんばんは。健一さんこんちゃす。フラッシュスペシャル見たよ。マジ？見ましたか。フラッシュスペシャルどうでしたでしょうか皆様。どうでしたか？ひーちゃんってテロップ書かないのね。あテロップ書こうか。なんて書こうか。なんて書こうか。 もう五月終わっちゃうちゃうねねもうはいこれでいいかなフラッシュ買ったよありがとうありがとうフラッシュね私は買ってないんですけどちょっと買おうかな買っちゃおうかな <laughs> でもなんか不思議だよね自分が乗ってるっていうのがさ なんかすごい楽しい現場でした楽しくね撮影させていただいて楽しかったですかなりほほほくしゃみ見るまで寝れない寝れる寝れるよ一生くしゃみしないよほんとマルシさんコンチャンスちょっとエアコン業者に転職してくる <laughs> やばすぎ <laughs> やばすぎ 当たって、ね、ひいさんの言う通りでございますでしょみさみささんほら天才だわ私って <laughs> やばいやつほほほやっって感じねえみさみささんパパでしょマジであの同い年だからね仲良くしようね <laughs> エアコンつけたら水がもっと出たりしていや水水出ないの水落ちてくるとかじゃなくって中で鳴ってるんですよだからよくわかんない そう暑いよね今日ね前田社長に頼んで響き女の子もらおうえっ <laughs> 響き女の子欲しいマジでほんとに欲しいフラッシュスペシャル買ったよ唯一無二の存在になるそう私は無一唯一無二の存在になると宣言いたしましたはいな <laughs> れるかちょっと分かんないですけどでもみんな無い唯一無二の存在だよねもうすでに生きてるだけで ミシェルさん、こんばんは。こんばんは。ルパン八世さん、こんばんは。放課がたったので、ひいちゃん一緒に聞いた。リーチおった二号です。お。こんにちは。ルパン八世さん、こんばんは。来てくれてありがとう。リーチ取っただけじゃなく、浜田日々とも喋ろうねー。<laughs> 喋ろうねー。 <laughs> フラッシュのおさきちゃん可愛かったほんとんか私は前髪がちょっと気になっちゃったんですけどえ何この前髪みたいなええみたいなえええなんかえ前髪どうしたみたいな感じだったんだけどまあよかったですまだなんかまだよかったかなと思います前髪がちょっと気になったけどもういいよって感じ <laughs> STU に入って変わったこと環境ってそのままやいやだってさそれしかなくない U に入って変わった 言ったことはもう環境環境とか環境以外何もないなと思ったよまだなんか環境うん環境ってもう全体じゃんなんか生活習慣とかも変わったし何だろうなんかもう全然もうまるっきり変わったからもう環境ってしかなかったかなうんそうねなんた 当たったっおめでとう私当たんないんだけどなみーちゃんアバターは3期生続けてカプセル投げた時に出たアバターですいいのーいや待ってそれ持ってんだよそれ持ってんのよそれその男の子ばあちゃん私持ってんので私今設定してんのねだからあのー、なんだろうえっとあれなんだよひーちゃん 浜田響の女の子バージョンが欲しいのねキャロットさん女の子バージョンあってなアンナちゃんひーちゃんの家に行き違う家だったん何違う家だったら困るか行けないみたい,いじゃあ,あの今度会った時にねあのここのここの何号室ですって言うから言います ルパンさんもひーちゃん予習にあそうですねそう2号さんが来ましたルパン8ていさんありがとうございます予習に来てくれてありがとうありがとうございますありがとう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 しんいちさんどうもありがとうございます。 明日から食料品が千、三千六百。品目。値上げ、え、どういうこと。え、そんなことがあるの。え、そんなことがあるの、明日、明日から六月から。食料品。あ、もあの、あれ、全国、全国が。 6月は祝日がないからなねえ6月祝日あないんだなんか学校の時はさなんか祝日とかがさあったらめっちゃ嬉しかったけどなんかもう今は祝日とかも関係ないからさなんかもうわかんないもう日日曜日感覚がさ全くわかんないんだよねそうそっか6月は祝日がないのか なんかもう悲しいよね祝日お休みの人とかはねうん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 まさやさんこんにちゃすこんにちゃすひいちゃメール6月も引き続き楽しみー楽しみにしててくれてありがとうしんいちさんありがとうね全然あのいいメールではないんですけどまああの地道にねあげております是非是非ありがとうメール今日

アバター出るよきっと私のアバターはいつか出るから待っときなされとりあえず明るい人ということは既に何とかありましたあ明るい人ですそうです濱田響はね明るさを元気に打っておりますので <laughs> はい明るさと元気が取り柄でございまして時々あの静かな時も大人っぽい時もあるんですよですがはいはいはい <laughs> フラッシュスペシャル明日買いますおぜひぜひ楽しみに見てください楽しみにあれもコンビニとかに売ってあるんだよねね、あ今日見ればよかったわ結婚ラッシュ6月やであ、そうなの結婚ラッシュご6月なんだふん、そうなのね十字期に生まれた人ですおっと、カッコ書いてるよここに <laughs> 十字期に生まれた人です ね六6月でも六月の誕生日の方って結構多い気がするねあさって誕生日ですそうなのあ言ってたねまさやおめでとうおめでとうございますあさって言ってねえじゃあまさしてるの姉ちゃんかなまさしてない見てないみさみさ先輩どうも <laughs>、まあ、あのみさみさちゃんがあれかなあの第1号なのリエチの テロップ冷やし中華始めました」とかは <laughs> 冷やし中華始めましたってさ冷やし中華を作り始めないといけなくなっちゃうじゃん6月はジューンブライトとも言われてるだから人によってはよく月あそっそっかなんか聞いたことあるわ6月はなんとかだってなんか結婚し,したらいい月とかだよねなんかねお話し会再販中 やぬテロップにしたら宣伝に確かにそやってみるお話し会再販中ってそれそれやってみるちょっと今メーカー良かったわお話し会んだったっけ会再販中二個ほほほ,ほ これで良きですかね。ありがとうミシェルさん。うんうん。明日はおしぼりの映画見に行こうかと。お。いいですね。もうやってるんだね。そうなの、ね、やってるのね。良きじゃないですか。楽しんできてね。<laughs> フィルフィルター掃除させてください。

ハッシュタグひーちゃんに響きで昨日め初めてツイートしためっちゃいいねこのハッシュタグありがとうめっちゃいいでしょあのねあのー、私の大好きなファンの方がねあのー、考えてくれたんですよはい「ひーちゃんに響き」でいいんじゃないみたいな感じですぐに決まったいいでしょうめちゃめちゃ そうめっちゃお気に入りなのこれからもぜひぜひ使ってください <laughs> ありがとうみさみささんお姉様はフラッシュ何冊買うのお姉様フラッシュ買わないよグリオさんこんばんはユーチュムなんて言葉を知ってるなんて知ってるよ <laughs> 知ってる知ってるさすがに知ってる <laughs> エアコン業者店いっぱいでしみきってたえそうなの <laughs> ほら探したのおもろいんだけど <laughs> フラッシュおめでとうございます。さっき届きました。ありがとうございます。リーチ可愛かった。ええ、てかリーチめっちゃ可愛かったくね。めっちゃこんな感じだった。可愛かった。私もあんな感じにしたんだけどな。テロップ全。テロップ全部開かない。笑いそうになった。<laughs> 次は漢字になりましたよ。ひろしさん、ハートありがとうございます。もう。ゴー カツオ終わっちゃうねどういうこともう5月あもう5月終わっちゃうねあそういうことねはいはいはいもう5月終わっちゃうよ終わっちゃうまああとあとあと1時間で5月が終わりますやっはーメールの写真に字書いてあるの好きあざっすおーありがとうそうね今日ねなんか写真に文書きたいなって思って今日2回。 書いて送りました。そうそれで書くときもあるのでぜひ楽しみにしててくださいなんか唐突に描きたくなってそうなんか普通に写真だけじゃちょっと面白くないかなっていうのではい楽々してましたよかったパフィンさんありがとうひろしさんあとありがとうございますこの歌前髪斜めに切って怒られたらしいですえどういうこと <laughs> いつの間にそうなの ひろしあとありがとうございます女の子の方は確率高いから当たりませんあそうなの確率高いんだそうなのねひろしさんあと100個ありがとうあみやっちこんばんはひーたんひーちゃんりえちみんな 164cm だ気づかなかったあそうなのえでも私ね2人よりちょっと高い気がするんだけど なんか前リエチとあのせくらべっこしたんだけど私の方が若干高かったうん <laughs> 高かっただからリエチが163にかき換えなきゃとか言ってたけど <laughs> 言ってましたね懐かしいわそう明日から6月明日からメールよろしく楽しみやわあ明日からメールか 楽しみにしててありがとう <coughs> 毎日アイドルテロップ出た出たー5月5月な5月なってあ,あそういうことあそれをさっき言ってくれたわけはい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 、5月じゃなくて5月ですねはい失敗しました今月はお披露目 福山で会えたたたから幸せだった、ね、幸せせだだったっねてかもうお披露目も5月だったのかなんかもうお披露目も結構前に終わったって感じがしちゃうなまあ嬉しいねうらぶチのさんありがとね6月だけないよ祝日すーくんこんちゃっす栄流さんこんちゃっす ーちゃんありがとう。おりがと。俺の考えたギャグあげる。使っていいえそれ、元から知ってんだけど <laughs>、はあ。そのピンさん、こんばんは。エスティオテとトさん研究生の浜田響でーす。はじめまして。イェーイ。<laughs> アンピーさんと仲良くされすぎても、いろいろ情報を持たれとるよ。どういうこと <laughs> 俺はいいよマックスバリューだから祝日とか関係ないのよ休み不定期なあそうなの私も関係ないのよすぐニキビあニキビ見えてきたでしょちょっとはやめなさい <laughs> ピーナッツさんこんちゃーすこんちゃーすスすずかさんこんちゃースホタルさんこんばんはへへてへてっけてっけ,てっけへっけへっけへっけ,へっけ,へっけかわいい <laughs> 平形って難しくないこれ。今日は天気良かったのにチャリー乗り回してきた。そう今日チャリー乗り回してきた。今日めっちゃチャリーを使って買い物を転々としてジムにも行ってきました。あはははーって感じ。天才だわ今日。マジで今日充実した日でした。そして明日からね、雨ですからね。そう明日から2日間雨だと書いてあったので。今日は あの全部やれることをしました、うんうん、エアコンの音6月も引き続きよろしくよろしくねー花火動画見てくれましたあっ見たよめっちゃ綺麗だっためっちゃ綺麗だった本当に綺麗だった本当に綺麗だっためっちゃありがとうみやちひーちゃん明るいかのえちゃん少しうるさいあっそうなの ーちゃんいってますありがとうカプセル投げる念じて当たりますようにすぐ当たった静かな時なんてあるあるたいあるよあれよジューンブライト6月ねごめん間違えて天使のルームに来てしまいましたピーナッツさん私なんて私を天使と呼んでくれるなんて本当にいつもありがとうね ありがとうフラッシュスペシャルさっきゲットしたよ中は見てないあ見てないの早くみんなみんなついに結婚式するのリスクやないリスクやないねえ私ついに結婚式なんてしたらさもう髪の毛終わっちゃうよねいえすごひーちゃんと誕生日近い今したあそうなの何日何日1月森アさんこんばんは2番目のお姉さんも結婚しますかしますん <laughs> インテックス大阪が今回が最後の申し込みですあそうなのあ今回が申し込み最後皆さん皆さん是非私とあの直接お会いできるのでまあ私なんかに会っても嬉しくない方もいるかもしれませんがあのはい聞いてください。<laughs> あーしょりさんこんばんこば本当に 明るい人やの、本当明るい人、かったー。佐世保高線受かりそうな知性を感じる、あ、あ、ぜ、あの、絶対に無理なんですよ、はい。<laughs> 絶対に無理。佐世保高線とか、本当に無理なん、あの、絶対に受からないので、私。はい。無理です。しかも、佐世保高線っていうか、あの、高校知ってるのね。あの、絶対に受からないです、私。 うん、そこに受かたほんとすごいと思います私も絶対無理だねひーちゃんおほほほ笑いが私のつもおほほ笑いなんてしてる私わかんないわしてるんしてるんかな <laughs> してるみたいですオほ,ほほほほみたいな <laughs> やばいやばいたっくんさんこんばんは 売り切れてたメンバー全員復活したか大変なことになりましたあそうなの売り切れた方がね浴衣響きは見に行きますおー楽しみにしててください浴衣をねえ浴衣ですよ浴衣ですよ楽しみだわフラッシュの Q&A 面白いな動物に例える時にそうキリンそうキリンなんですよなんか高校生の時に私 なんだろうなんだえっと就職とかさあのなんだろう受験するきにさこうだから友達に「私を動物に例えると?」って聞いたら「キリン」って言われて「えなんで?」って言ったらなんか首が長くて周りが見えてるからみたいな。 のがキリンちゃんだから私はなんか周りが見えてるからなんか首が長くて周りが見渡せるキリンが似てるんじゃないみたいななんかすごい言葉をいただきましてそれから私はそれを使うようになりました <laughs> そ,うそうなんですよ。私周りが見えるらしくて、はい だからこうこうんな感じでさおちゃけてるじゃんまあ自分で言ったらあれなんだけど明治高校生の時とかあの担任の先生に「響きが一番あのなんだろう周り見て行動できてるね」みたいなその周りを「なんとか知るね」みたいなめ言葉いただいたからそれからちょっとね「イエーイ」みたいな「<laughs> 嬉しい」みたいな感じにそんな思われてたんだろうと思って。 嬉ハッシュタグひいちゃんに響けも見てんだね見てるよ見てるよやっぱり初雑誌は嬉しいもの嬉しいものですよそんなね雑誌の言うことなんてないですからね本当ありがとうございますって感じいやー 桜坂の三期生ライブ盛り上がってたあ、そうなのあったのああ、桜坂さんの3期生大好き。今どこ読んでるの行方不明うん、ここを読んでるよ <laughs>。で、とちツアーも盛り上がってほしい。ね、盛り上がってほしいね。楽しみに盛り上がってください。今日もヒーちゃん可愛いです。おっと、超、超大声。ありがとう。ヒーちゃん可愛いです。いただきました。ありがとうございます。 コンチャースコンチャ最後の最後にゆうなのアバターが男女両方当たってしまいました縁がある縁がある私は私は当たんなかった私は当たんなかった 10MO83 コンチャースフラッシュ89ページに気になる娘を見つけましょうおっそうなんですか私は見てないからわかんないけどえー、明日買いに行こうかな イエチに身長かってどうやってる, <laughs> そうどうやってるよどうやってますよハ浜さん響さんの出るツアーが読めないどういうことどれに出るか分かんないってこと知人の中にイエチいや知人なんじゃない分かんないけどいや今は私より高くなってるかもしれないけどどうだろう響のアバター当たんなかったうわマジかなオカダピエン わしとみーちゃんじゃなくてひーちゃんとオーディション当初が長いつきやもんまあそうねそうですねなおさんこんにちはひーちゃんラビューおはようおはようピーオーさんこんばんはひーちゃんが少しでもくすっと笑ってくれてよかったくつ <laughs> お姉さん素敵なひーちゃんの写真撮ってくれて感謝ですそう撮ってくれました2番目が撮ってくれました いちちごゃんも自転車欲しいからひいちゃんどこで買ったか知りたいってじゃあ教えてあげるよって、うんうんうん、メールの始めメールの初めてのお話し会の写真見て5月だったことにびっくり4月ぐらいの感覚うんそれな私も4月ぐらいの感覚だったわそういえば話し会イベントの時隣の席の人がひいちゃんおじさんでしたあそうなのひいちゃんおじさんいたの嬉しい キャロットさんうんどんなにピッキーのお財布レシートで膨らんでそうだから整理しましょうひーちゃんのお財布はレシートはありませんひーちゃんひーちゃん今日お財布買ったんです <laughs> 待ってかんだ <laughs> あのお財布買ったんですよお財布買いましたお財布が私もうボロボロになってて緑のお財布をね使ってたんですけど そうこれ使ってたんだけどそう親友ちゃんからもらってねあのお気に入りのお財布だったんですけどもうポロボポロになっててもう、まあ、なんかもう全然こことかも破けちゃう状態になって財布を探してたのいい財布をねネットでずっと探してたんだけどなくてなんか今日お買い物1人で行って。 なんか財布何でもいいから買いたいなと思っていい感じのお財布を見つけて買いましたどうかわいいでしょかわいいでしょひーちゃんのお財布ね今めっちゃ綺麗 <laughs> 最近お財布すごい整理整頓しててめっちゃ綺麗なのかわいいでしょこれそうこれお気に入りです私はカードカードも整理しました いいいい感じにに入るようにいいでしょマメタンさんイエーイそう今日ね紹介しようとしてたの新しく買ったからははは高級自転車高級自転車じゃないよそれはよかった少しでもひーちゃんに少し夏の気分を味わえてもらえたねよかったそうめっちゃよかった花火よかったですよあちとさんあとありがとうお久しぶりじゃないちとさんありがとうございます6月は結婚してギフト投げ放題え <laughs> <laughs> 結婚してギフト投げよあそういうことあの結婚してギフトが投げ放題ってこと <laughs> 長崎ってさ葬式かなこれ花火したり明るく過ごすっんとん花火したり明るく過ごすっんとえわかんないいやそんなことはないかなビッキーの自転車は他のメンバーも自由に使っていいですダメです <laughs> 事故られたらやばいからららね <laughs> 事故られたらダメですからねこうも,しもしもさ壊れあのさあのいやいいんですけど貸すない,いんですけどあの貸した貸してぶっ壊れてきたらやばいじゃん <laughs> しかも貸してさ事故事故られたらさもう悲しいあの事故ったらいけないよって危ないから。 そう私が貸してさ怪我しちゃったとかなったらさあれだからダメですよ徳島のひーくんさん初見です初見で何ですか、はい、こんにちはこんにちはハマコさんハートありがとうございますはるちゃんはるちゃんやッピー長崎ちゃんめこんばんはこんばんは多分響きより背が低いうじちゃんですがお手柔らかいお願いしますお願いします自信持っちゃった、うん 響が俺の俺のおっちゃんをし連行するから当たってしまったうわっ,うわっでも女の子当たってないじゃん響 <laughs> がねじゃあやっぱ私が言うことはあれなんでしょうね長崎の足元かんなちゃんって言,わ言,わ言ったら怒られるのに天使なん許されるのね <laughs> 天使うん天使はね許されるよ 橋本環奈さんはもう恐れ多いですね本当に天使も恐れ多いんですけどクリボーさんこんにちはんの割り方好きかも超超ここへ好きかもって何かもってかもって何 <laughs> 好きでしょキャロットさん ローなんとかろう若男女から人気のあるビッキーのリアルお話し会いきたいですあそうなんですか私人気あるんですか全然ないんですけどあるんですかありがとうございますリアルお話し会カモンベイビー来てください楽しいよきっと私とリアルお話し会きっと楽しいよマジで誰よりもあの楽しませる自信があるからキナキナ 聞いてくださいふっくらしてご飯さんいやあこんにちは帝国さんこんばんはあつしさんこんばんは素敵な茨城さん響きりん響きりん <laughs> 出遅れた出遅れたいい友人ですよでしょでしょ濱田響きって人として完成度高いの、ね？いやー全然全然完成度高くないよもう低レ,低レベルなんですけど頑張ってあの完成度が高い 自信が持てるほどなりたいですねキリンですキリンですイケボ初めましてよろしくお願いしますよろしくお願いしますひいた推しですかこんにちはひーちゃんどっちに例えるとカラス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 は声が大きいってことすーかさん響き輪髪型決まってるね決まってるでしょう。今日いい感じじゃないちょっとそう。 ちちょっっとここらら辺から分けちゃっていい感じです周りが見える将来のキャプテンいやちょっとキャプテンとかちょっと厳しいですからね本当キャプテンとかちょっと私はあの務まらないんじゃないかなと思いますねどうなんでしょうかそういうなんだろうリーダーシップとかあんまりないんだけどなんかこう静かに周りを見守る的な 静かになのかなわかんない。何が周りを見えてたのかわかんないんだけど。何か言われ、結構、周りから言われるから、うーん、どこがだろうとか思いながら。ですね。ひちゃん、角度によっては、田ま夏希ちゃんに。それ、前も言われたんですよ。そう、こないだも言われた。響はクラスナイトルだったね。うん、そんなことはないよ、全然。<laughs> 服見してって服服はね見せるほどのものは着てないんですけどギャルなのによく見てないそうギャルだギャルじゃないけどねギャルじゃないけど見てたらしいですよおりシーさーんいいじゃらびこんにちはクラコンのあやぱンさんの変顔がすごかったですがひーちゃんも出ますか変どういうことわかんないひーちゃん出るのかな フラッシュ長崎はあさってくらいにお店に並ぶと予想してますあそうなのフラッシュさんはまだ長崎にはついてないんですかねないんですかあそうなのねやばいねひろしさん誰もありがとうございますえむちゃんあたありがとうハートやっこばありがとうえむちゃんはじっちわいアばター当たりますうわーいいな 浜田ひびきのアバター女の子バージョンじゃんしかも <laughs> おめでとう浜田ひびきも当たりたい浜田ひびきも女の子当たりたい <laughs> ひちゃんバター当たらんで別は当たらんかったミシェルさん今度当てよう,うーんひーちゃんのオンライン話し会7月17の7部岩田ひさんとオンライン生写真会被ってたあ被ってたどういうことどういうこと 神戸に来てほしいですどうでしょうかどううでしょうかじゃあまさやさんまさやも神戸に応募したらいいんじゃないですかどうでしょう私がいるかはちょっと分かんないけどそうこうねまださまだ応募できないんだっけルースさんこんばんはひろしさんあとありがとうございますちとさんあとありがとうございます 89ページに浜田なんとかさんっていうメンバーなのって私じゃん私じゃんありがとうありがとうございますありがとう、うん、ありがとうございます嬉しいねありがとう <laughs> 姫菜も前は164って言ってたの最近162って言ってましたねでしょ姫菜は私よりちっちゃいんですよひろしさんあとありがとうございますスきみあんルる,る ミサチ山崎さんあ,ありがとうありがとうひーちゃんに少しでも受けてくれてよかったひーちゃんそれ元からも知ってるもんねうんうん、うん、ひーちゃん座布団何枚商店風えゼ0枚 <laughs> 神戸人しい家から割と近いあそうなのどうだろうねみりーちゃんごちそうになりますなります ななりませんなりまませせんんどこの財布どこの財布ってわかんないどこの財布なんだろう別に今回はブランドものじゃないんだけどなんかめっちゃね4,000円3,000円ぐらいで買ったのでまあなんかもうね財布をもう探すのに疲れちゃって早く財布を探さないともうマジでカードがわかるこれ。 カードがもう落ちる寸前だったのだからもうとりあえずあ見つけたと思ってこれいいじゃんって感じで買いましたまたブランド物が欲しいところでしたがまあいいいいでしょうってお財布分厚い系ポイントカードうんうん違うよキャッシュカードとか免許証とかマイナンバーとか入ってますよツッツ今ね 古いのメルカリ行きだってメルカリ行かないです財布買いかわいいでしょいっぱいお金が入るようにいろんな仕事にチャレンジやねそうやねご縁がありますようにご縁なんかいいことがありますようにって思ってご縁を最初に入れました <laughs> まっちゃんたまたまお財布買えた日だったとはそうなんですよリプちさんみたいなお金出さないどういうことどういうことお金出さないでねって しょ,んちゃんしょんちゃんさん、ハートありがとうグッチーさん、ハートありがとうレッとかを墓えー、そうなのグッチーさん、ハート100個ありがとうございます。パンクして返されたら切れますかいや、切れない、切れない、切れない。星集めで入ったこと。えー、待って 星集め、星集めな入ったことあるけど、コメントするの初めてです。でもフォローしましたあ。ありがとうございます。徳島のひーくんさん、ありがとうフォローしてくれて。ありがとうね。きっとさん、こんばんは。老若にゃんにょ。老若にゃんにょ。ああ、そう読むんや。ひーちゃん、リネたんさんっぽいのは、ぽいのは俺だけ。あ、そうそうなのおい、くなきけにいさん、こんばんは。 シバニアさんこんにちャンスはじめまして STOT と三研究生の浜田響ですきゅにーこんばんは響きもかなも押しも出ないからもうあひびきルームで投げませんえー、<laughs> 今日で終わりだけどなんかリコリンに似てる感じ似てるなあえそうなリコリンリコチさんエアお話し会みたいですどういうことエアお話し会って 花火見ても綺麗だけど。ひいちゃんも綺麗ですよ。ありがとう。霧推しです。私推しってことね。ありがとう。ごっつもお疲れ様でした。本当ごっつもお疲れ様でした。皆様静かな時あるんですか？響きは響きどのは、どんどんはいや。静かな時はありますよ。私も私も結構静かな時は静かですよ。私結構なんだろう。静かな時は静かですね。うん。 1>, 1人でいると静かでも1人でも結構独り言言ってるかもどうだろうひーちゃんが頑張ってるてもっと押したいと思ってるや <laughs> ありがとうありがとうございます <laughs> キャプテンとセンターどっちしたいえどうだろうでももう今は何だろううーんでもセンターにはな,なってみたいですね <laughs> なりたい キャプテンはなんかすごい難しそうっていう一番難しそうっていうのがありますねさっきはゆうなゆうな言ーたんかなゆうな推しです気になるなのはナオミやと私は入れてください <laughs> ひーちゃんも気になるじゃなく好きに入れてーひーくんお願いします周りが見えるそれは目配り気配り心配りできる的なうーんそうなのかなわかんない自分ではわかんないので 裏番長で裏番長 <laughs> 髪サラサラで綺麗全然あのねサラサラじゃないよでもありがとうございましたひひ,ひちゃんが担当だよねいや怒んない怒んないけどなんかそれになってました <laughs> 服はトミーの服ですかトミーの服です <laughs> ラッシュペシャラ可愛くつってってねよかったありがとう前髪がちょっと変だけどありがとう静かじゃなくてにぎやかに周りを見回ってるんだよねそうなのかな そうなのかもしれないリエッもトミーの服着てるよマジおそれいじゃん徳島のひーくんお,お星様ありがとうトミーヒルフィガードリエッも着てたリエッジ着てたのね自分が知る限り3期でまとめることができるのにひーちゃんしかいないと思ってるえー、嘘マジで全然よ全然全然 いやいやいや,いやどうなんだろうなんか絶対にこの人がまとめるっていう人はまだ今のところあんまりいなくてうんひいちゃんまた出なかった出なかったうんうん来週広島来週広島まだやけどあそうなのじゃあ明日買ってもあれなおかねえ今日ねでももうさ30分なったもんなやばいやばい ひびきも弾きたかったけど30分も経っちゃったからもういいや諦めちゃお響女の子のアバターのコメント今日いつテンション長かったそう女の子のアバターアバター欲しすぎてるからね今日も可愛いのみひろさんありがとうまさやお疲れ様ですお疲れ様です彼女にするならサッチかセンスイいい、ね、でしょうサッチですね浜子さんあんたありがとうございます今回アバター出なかったっけ今までお世話になりましたダメだよ猫、ね、さん だめだめヒーチャーバター持ってますけどもうみんなさ女の子のヒーチャーバター持ってんのずるいって私も欲しいから本当に欲しいよじゅうさんこんばんは初めましてースティオティータ探検救生の浜田響ですこんにちは出たおほほ,ほえ出 <laughs> <で>た <laughs> アバターが出たんかと思ったみさみささんうんうんふん もっくんさんこんちゃーすひーちゃん笑いに厳しいなえ <laughs> 11時29分おやばい6分ぐらいロスしてますね時間をロスじゃなくてなんだっけじさ一目惚れしたのね何にやばいもうねそうあ財布かなひーちゃんのひーちゃんの財布ですそう元々はこれを使ってました ひいちゃんの財布こちらです可愛い,いでしょふっあと時点ではとりあえず言語学もを扱ったかお話ししますあの全然カードとか落ちててもお金入ってないので大丈夫です財布くらいひいちゃん資期生合格したら買ったのに <laughs> やばすぎ <laughs> 古い財布は当選申し込み <laughs> 古い財布はね大事に親友からもらったやつなので大事に保管しますよピンクさんこんにちゃーすアバター奇跡 奇跡的にリエチ出てサチ出てて何枚なぜかイチゴ焙煎が2つ出まして私出なかったん私も出させてくださいキョニーお花ありがとう運気のおしめちゃんになる子がごちそうになりますえ <laughs> まだまだですよひーたんひーちゃんみたいねどういうことひーたんひーちゃんみたいねうん,ん今度ねひめだとコラボ配信しようって言ったよな ひーちゃんなら静かに騒いでそう静かに騒いでそう今日で最後でしたから投げてみます投げてくださいひーちゃん静かな時あるの多分そのそのひーちゃん偽物いやひーちゃんはね偽物じゃないの静かな時もひーちゃんなのよすべてひーちゃんだよひーちゃんがセンターになりたいのなら応援するよなりますなりますなれるようにね頑張る ひーちゃん気になるメンバーよありがとうひーちゃんを好きになってくれハモコさんあとありがとうございますチトさんありがとうセンターになったら押しますねえ今でもしてるじゃんひーちゃんの静かっていうか叶ってと言ったらテンション上がるどういうこと <laughs> ひーちゃんはなんかね結構テンション上がりますよなんか上がる時とめっちゃ上がんない時もあるけど ゴールデンレベル55さんひーちゃん好きみやるるんで初見さんこんにちは !STUT と3期研究生の浜田響ですひーちゃんです響の私服はイケアティーシャツが一番かわいかったえ何歳 <laughs> <laughs> にイケアティーシャツが一番かわいかったね55分で配信やめたら5分もあれば揺れでガチャ引けるなあじゃあそうしようそうしますちとさんありがとう 来月はアバターの種類が変わる可能性があるかあ確かにその時も可愛い女の子があればいいかなまあ今月は見に来ないなってもう少しで来月もうもうあとあとあと20分ぐらいで来月になりますあ待っごめん髪の毛うしたテン <laughs> ション上がってきちゃった <laughs> 3期生の中学生子お化粧するときき綺麗になるねびーくンいやもう可愛いよねもうリアチュウとみューポン本当に可愛すぎて可愛すぎる本当に可愛いんだよマジで可愛くて本当に可愛いもうリアチュウとかさお顔綺麗じゃんお顔すごい綺麗くてもう写真映えもするしめっちゃ可愛くてもうビューポンはもうもうガチの中学生っていう可愛さがもう入っててもう可愛いもう可愛い うんガマグチのお財布そう前のお財布はガマグチのお財布ガマグチのお財布が欲しくてそう友達にこれがいいって言って誕生日もらいました今回はガマグチではなく普通のこのボタンバージョンを買いましたそうかわいいでしょうそうお財布気に入ったわほんと買ってよかった安かったから安くはないんですけど財布変わると気分変わりますほんと変わるんですよ そうなんです本当に3期のアバターはあとひーちゃんゆいかりゅうちさっちいちごは出てないあー出てないのか響きも出なかったちとさんあなたもありがとう <laughs> かリさーんこんばんは自分3期生誰てたんだろう誰てたのひーちゃん YouTube で岡カピーさんより永遠永遠より続くようにバラードくでええよどういうことどういうこと ひーちゃんよしは一日だけでも大丈夫ですよとにかく明るく親しみやすいかなありがとう一日だけじゃなく毎日来てくれてもいいんだよ <laughs> ありがとうね来てくれてルッパン八星さんひーちゃんとひーたん間違わなくなった三期通いや間違わなくなってね似てるのは名前だけだよ <laughs> 長崎の浜屋で買った服着うん,ん 浜屋で買った服何何ひーちゃんオンオフの切り替えできてそうねどうでしょうまあできてる方なのかなどうなんだろうアカヘルサンタさんこんばんはこんばんはバラードチックでバラードチックショウノウのたさんこんばんはかなうちゃんの女子女の子はター出たけどひーちゃんの女の子は出ませんのでう、えー、悲しいでも男の子バージョンは出たのならいいんだけど かなひいちゃんのはユニャンだったあ四人かおめでとう三期生のページめくってたら水着の女の子出てきて落差が確かにもう全然違うよな確かに確かに <laughs> 遅刻さんこんばんはみゆぽんはリア中以外誰と仲いいか聞いたひいちゃんの名前出ました <laughs> 本当？とみゆぽん出してくれたの嬉しいみゆぽん大好き みうぽんはね、もうねあ、結構喋ってますよ、うん。最近めっちゃ喋るようになったかな。一応、3期生、三期研究生の推し、メンアバター、ヒーちゃんだけです。かなでなかった。ランダムだから難しいけど、ヒ <laughs> ーちゃん出たのもう,う,う、運命だわ。本当に。運命。キャロットさん、運命です。5月終わる前に絶景ください。えー、猫さんに キューンってやだややだ <laughs> やだ <laughs> ちょっと今日恥ずかしくてできない何折り折り身財布が好みそうそう,こう折ってる財布が好みですそうあの財布なんだろうバッ,バッグが小さいバッグだから小さいバッグとか大きいバッグの時もあるんだけど見て見てひーちゃんのお気に入りのバッグですそう買ったの <laughs> これも買ってからねずっと使ってるんですけど黒に黒あ黒に黒っていうなんかはいこれをね1週間ちょっと前に買いましたこれずっと欲しくて欲しかったんだけどなんかやめててでもやっぱり欲しいなと思って買ったんです可愛いでしょ大人っぽくてそうこれ思ったよりね入るんだよ荷物れそうだから最高です はい、ひいちゃんはなんかね荷物が多い方なんですけど最近少なくしようと思っておりますまた,だいまただいちゃんがお財布くらい買ってあげれば一番いなならくれるよヤ <laughs> バすぎ「本格ホームル,ルームこの明るさとあの天然のミニ娘と2分間のクロストークか楽しみでしょ?」。 リエちゃん当たったリアちゃんが出なかったあリエちゃん当たったリエちゃんって家に背が高いの、ね、高いよ高いよ今晩んんにゃ再配うるし当たりますよね当たる絶対当たります全然変えますよ私はひびきさんがひーちゃんですよねそうだよ響鬼じゃないから遅刻さ <laughs> いつも言うけどひーちゃん響ですひーちゃんメールの料理の写真見て僕も同じメニューを夕食にしますえそうなの じゃあ私あの作った日毎回あげることようにするねじゃああげれる時はあげるようにしますねじゃあ <laughs> ありがとうかわいいそんなことしてくれるなんてひーちゃんとひーたんどっちがどっちひーちゃんが私ひーたんがひめなですそう AKB の「永遠より続くようにと」とオカピーさんの「永遠より続くように」だね違うから聞いてみて OKOK ーーーーそんなのがあるのね まさやジャス昔 AKB とめっちゃ似てコラボしてたあそうなのやってからやだなっていやだって <laughs> で10キュンキャライしたんしてないしバッグも財布も何バッグも財布も何ひーちゃん出なかったなたのも押すなって運命うんうん違うよ出なくても運命 <laughs> オンライン話系10キュンありだなてれながらあまあまあオンライン話系の話してあげてもいいよ クイちゃんさんこんばんはさよとおそろっぽいバッグそうかわいいでしょお気に入りなんですよそうお気に入り結構私バッグは黒が多いですね黒か白定番ケイさんひいちゃんこんばんあいに見に来たよありがとう来てくれてケイさんありがとう全く入らなそうに見えるバッグですがいやめっちゃ入るんですよそれがめっちゃ入るほら 結構大量に入って、なんでも入るよ。マジで、なんでも入る。結構なんでも入るから最高って感じ。そうドゥドゥドゥ。配信プロフィール変えてみたよ。配信プロフィール変えてみた。一 <laughs> 押し！一押し！え？嬉しいんだけど。え？キャロットさん一押し私だったの <laughs> 嬉？嬉しい。アラビュ。ありがとう嬉しい。 ありがとう子さん誰まありがとうございます猫さんひーたんラビューじゃないのひーちゃんラビューだからそろそろガチャ引き準備ランキング読もううわ確かにそうだわお前そろそろ読まなきゃちょっと待ってよ3期生魅力的な子ばかり s しって言うと思う将来安泰かな ありがとうございます。そんな言うところで。浴衣ひに絶叫させます。いいよ。浴衣着てるから。いいよ。してあげる。自分もひーちゃんとひーたわ分かんないやひーちゃんだから。メイルく分かるでしょ、絶対。カナダねは投げキスしてくれるって言ってくれてるし、ひーちゃんには絶叫しやすすぎ。え、投げキスやばいね。猫巻さん、こんばんは、こんばんは。では、ランキングを読んでいこうかな。うんうんうん。では、13位から。 でランキンキグ読みます13位ゆういちさん12位 H ボスさん11位ミシェルさん10位佐都さん9位竜07おしさん8位ちとさん7位はまこさん6位ティーカーさん5位ゆうゆうゆうさん4位ぼんちゃんさん3位ぐっちーさん2位かいちゃんさん1位はじっちーです。 ありがとうございました今日もありがとうございましたありがとうございました楽しかった絶対10級戦やろしてあげるよピーナッツさんハートハートありがとうひーたんまた来月ってひーちゃんだからすーくんひーちゃんシー見たら可愛すぎてもうこれは一押しにするしかでなりましたうあ <laughs> ありがとう本当大好きありがとうねひーちゃん何個一押しにしてくれてありがとう 今日も配信ありがとうです。佐藤さんありがとう。佐藤さんのお顔もう覚えたもんね。い <laughs> 一応早く読んだら壇上変わる可能性もありますけどね。いや、そうだよね。変わる可能性あるんだよね。ぽんちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。響き、女の子絶対当ててない。え、絶対当てたいと思います。ルパー8星さんお邪魔しましたです。ありがとうございます。来てくれて。 話見てたら星投げ忘れてた <laughs>。そうなの <laughs> ありがとうね、星野まさきさん。珍しくランキング入ってないや。あ、そうなの確かに確かに。片尾も呼ばなかったもん。いち、愛してるよ。愛してるよ。ありがとうございました。なんか今日たくさん来てるね。気がするわ。55分になったらやめようかなと思いますね。うーん。 明日から6月メルトるしオンライン話会までカウントダウンしてください愛と愛と愛をかけてみた漢字間違いだと思ったよりごめんね <laughs> ありがとうケイさんそういうことね愛してるありがとうひいたひーちゃんお疲れ様ねわざとしてるじゃん素敵な今ゆきさんひいちゃんだからほんと放課後よ,よろしくひいちゃんみさみさちゃん よろしくね楽しみにしてますからまた配信も見に来てなありがとなうん。六 <laughs> 6月お姉さま誕生日おめでとうございますお姉様は、ま、5月一番上のお姉様は5月誕生日でした誕生日でしたオンライン話し会の件見てるとほんまにひいちゃんと話し会 できるなんて夢の国。だ、信じられないあー。ひーちゃんとお話できるよ。楽しみにしててね。ありがとうございます。おやすみってみんなおやすみ。今3期やってる。ひーちゃんだけよしあそうなのえ3期やってるの？ひーちゃんだけな <coughs>。あ、そうなんね。はい、はいはい。ひびきさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございましたではでは <coughs> あとあでもあれですねアバターを早くしないといけないよね <coughs> <coughs> ダメだそれはここ55人終わって s t ーって言ったメンバーでアめメてるちだったりしたえそんなことあるそれダメだわやめなきゃやめなきゃではではではガチャを引きに行くので私は配信をやめたいと思います今日も来てくれてありがとうございました5月30日なんて言ってやってそう お姉様の誕生日でしたよ。今日おめでとうって。また来月に会いに来ます。来てください。誰かやってるでしょ、多分ね。やってることを願って、今から、あのー、ひーちゃんが、女の響き、響きア、アわタ女の子を当てられるように、皆さん、あのー、応援して、念、ねね、じてください。当たりますように。はい、当たります。ありがとうございました。では、皆さん、明日、会いましょう。 好きになるの何月かないや今日です。<laughs> 当たりますように配信ありがとうございましたバイバイ、ヒー様ってー、りひモリヒーサー、バイバイ。みなさん、おやすみなさい。ゆっくり寝ろよー。おやすみ、みみみみみみみ、ジェミー、なしか、たると呼んでる。<laughs> もう当たってるかもしんない。じゃあ、ではみんな、バイバーイ。おやすみなさーい。バイバイ、ありがとうございましたバイバーイ。